神戸市立王子動物園で今年7月に生まれたアムールヒョウの赤ちゃんが今日から公開され、その愛くるしい姿が人気を呼んでいます。今日から一般公開が始まったアムールヒョウの赤ちゃん、今年7月29日に父親のアニュイと母親セーラの間に生まれた初めての子供で、オス1頭とメス2頭の三つ子です。もう可愛さの塊という感じで、生まれた時の体重はわずか600グラムほどでした。母親のセーラが子供に関心を示さなかったため、飼育員が親代わりになって人工保育で育てたそうです。今は体重が7キロにまで増え、元気いっぱいのいたずらっ子に育ちました。アムールヒョウは密漁や環境の変化で個体数が減少し、絶滅危惧種に指定されていて、野生での生息はわずか100頭余りとされています。一般公開は当分の間は1日30分ほどですが、成長に合わせて時間を長くするということです。生まれた時はちょっと3匹も生まれちゃったんで、お母さんがパニック状態になって、私無理って育てられないっていう風になったので、飼育係と獣医がミルクを一から飲ませてここまで育てました。元気に本当すくすく大きくなって、皆様に見ていただけるようになったのはとても嬉しいことです。三つ子の名前は王子動物園が選んだ4つの候補の中から来園者の投票によって決まるということです。